話。小学校の時、夏休みに学校で一泊するっていう行事ありませんでしたか？何年か前、近所の小学校でそういった行事があり、ナレーションの仕事を地味にやっている私にお呼びがかかりました。夜小学校で肝試しをやるから、その前に子供たちに一つ階段を話してくれないかと。懐かしかったし、そういうのは大好きだから、喜んで行きました。あんまり怖すぎる話もどうかと思い、まあよくある階段をいくつか。教室の蛍光灯を消して、私だけに照明を当てて、大して怖い話ではなかったんだけど、夜、学校、変な照明、変なおばさんの私とお膳立てが揃っていたんで、子供たちは真剣、きっちりと怖がってくれて、話を進めるとじりじりみんな寄ってくるんですよ。あー、かわいいな、なんだかんだ言っても子供だもんな、なんて思いながら、子供たちの顔を一人一人見ながら話をしました。で、話が終わって、蛍光灯をつけて、教室が明るくなって、改めて子供たちの顔を見てみたら、なんだか違和感が。子供が少なくなってる。何人減ったか、なんて、具体的な数はわからないけど、明らかに減っている。薄暗い教室で話をしている最中に見た顔が、明るくなった教室では見つけられない。その日は、保護者の方も来ていたから、肝試しをやる前に帰る子は帰っちゃったのかな、くらいに思っていました。翌日、学校にお礼を言いに行きました。ギャラもらったし、私も楽しかったし、また来年も呼んでほしいし。先生に、途中で帰った子も何人かいましたよね、と聞いてみました。すると先生は笑って、いませんよ。参加した児童は全員泊まっていきましたから。え？参加した児童は何人だったんですか？28人ですよ。え？そんなに少ないはずはないんですよ。だって、二クラスが一緒に授業を受けることができる視聴覚室がほぼいっぱいになってしまうくらい子供がいたんですから。教室が明るくなって、子供が少し減ったかなと感じた時も、40人くらいはいたんです。あれから数年経ち、世間でいろんな事件があったことで、近所の小学校では夏休みのお泊まりはやめたようです。もし次ああいった機会があれば、こっそり子供の数を数えながらやりたいなって思ってるんですけどね。山の洞窟。ちょうど2年前の今頃くらいに、俺が一人で東北の山を登っていた時のこと。8時ちょっと過ぎくらいに登り始めて、山頂には12時頃着いた。下りはどの山でも半分くらいの時間で降りることができるので、まだちょっと余裕があったし、地形図も持っていたんで、コース途中から半分は、登山道とは別の尾根の獣道を下ってみることにした。この地方なら
山菜を取るために、そういう人は結構いる。まあ、おじさんとかだけど。山菜やキノコの、菌床になりそうな木を探しながら歩いているとき、水ならの倒木、天然椎茸の菌床を見つけたんで、近くまで行ってみると、水ならが、根元からチェーンソーか何かで倒されていた。その時、30メートルくらい先の笹やぶの間から大きな穴のような黒い影が見えたので、ちょっと好奇心でやぶをかき分け、そちらの方向に向かってみた。近くで見ると結構大きな洞窟で、奥もだいぶ広そうだった。登山用のヘッドライトもあったし、前に友達に連れて行かれ、洞窟に入った経験があったので、ちょっとだけ、その洞窟に入ってみることにした。洞窟を発見するのは結構稀なことで、見つけた人がある程度は自由に名前を付けてもいいし、もし日本で新しく大きな洞窟が発見されれば、全国的なニュースになることもある。なんで、かなり興奮していた。でも、内部を確認しないで洞窟を見つけたと、洞窟好きの友達に言って、連れてきた時入ってすぐ、行き止まりになってしまっていたら、がっかりさせてしまう。だから俺としては、中の広さを確認しておきたかった。洞窟は水たまりが多かったし、床は岩でゴツゴツだったけど、意外と広く中でかなり分岐していて、正確な距離ではないけど、100メートルくらい奥までは立って入っていくことができた。通ってきた道は一番広く、別に迷うとは思わなかったけれど、分岐のあるごとに戻って、山菜の本のページを破り、それを捨て目印にしておいた。距離がどのくらいかはわからないけど、入って20分くらいで本堂というか一番広い道が行き止まりになった。正確には行き止まりではなく、壁の2、3メートルくらい上に人一人通れるかどうかというくらいの穴が開いていたけど、とても入る勇気はなく、よじ登って、その穴の中だけ確認してみた。その小さな穴を覗くと、わずか1メートル先で、狭い部分は終わっており、その先にライトを当てると、かなり広い、ホールみたいな空間があることが分かった。しかも、下からは、石筍が生えている。穴の位置的に床面しか見えなかったんで、地をなぞるようにライトを当てていると、石筍に囲まれるように横たわった人型の泥の塊が見えた。不思議に思い、それを観察していると、その人型の塊の頭の部分には、明らかにメガネ型の出っ張りがあった。その瞬間、うわっと声を上げて、顔を突っ込んでいた穴から離れ、穴の開いた壁から這い降りると、その穴から、ゾワワワって音がして、すぐ出口に向かって、猛ダッシュで走り出した。ゴツゴツした岩で、何度もこけながら走った。恐怖で頭がいっぱいで、足腰が全然言うことを聞かない。走り出して2分くらいかで、ゾワワーに追いつかれた。それはコウモリだった。でもさらに後ろから、うーんって、うなり声みたいなものが聞こえてきて、
またすぐ走り出した。次の音は間違いなく、あの、人型の泥だと思ったし、その音からはっきりと、あの泥が、洞窟を這いつくばって、うなりながら、追ってくる姿が想像できた。もう、膝とか暗くて見えないけど、血だらけだろうと思ったよ。天井付近をコウモリが飛ぶ中、ようやく出口が見えてきたが、日が落ちかけていた。そんなに長い時間入っていたつもりはなかった。すぐ洞窟から離れて、尾根を走って降りた。駐車場に着いた時には、もう7時半だったが、人はまだ駐車場にいて、膝の怪我や足の痛みがピークで下山してきたおじさんたちに助けを求め、車と俺を市内の病院まで運んでもらった。人がそこにいたことが一番助かった。膝の怪我は思ったよりも深く、鋭い刃物で切ったような傷は今でも残っている。その日に洞窟好きな友達に連絡をすると、深夜洞窟クラブの人と一緒に家に来た。俺も一人ではいたくなかったんでずっと話をしていたが、そのクラブの人と話して少し落ち着いてきた。その人曰く、洞窟でのうなりはおそらくコウモリの羽音が反響して出たものであるということ。人型の塊は洞窟ではよくある。というか、人間は条件反射的に似た形を見つけてしまうということ。その山で鍾乳洞が見つかれば新発見である。まあそんな感じらしく、俺はその洞窟があるであろう場所を地形図で教えた。後日、そのクラブの人から一緒に探索しないかって誘われたけど、何を聞かされてもさすがにもう一度行く勇気はないし、他の登山客に迷惑をかけてしまっている手前、包帯が取れない状態で行くのもどうかと思い断った。洞窟クラブの人は、その後何度か探索に行ったようだが、俺が教えたその周辺を何度探しても洞窟は見つからなかった。その人たちが行く前に、電話が何回もあり、場所を確認されたし、見つけられずに帰ってきてから何回か家に来て、本当にその場所かどうか思い出してくれと言いに来た。ついてきてくれとも言われた。彼らからしてみたら、鍾乳洞の新発見は相当大きなことなんだろうとは思ったけど、やっぱり俺はそこには行きたくなかった。で、去年、どうしても見つけることができないし、俺が幻覚を見ていたんじゃないかって話にも発展していた。正直俺ですら、その可能性があると思っていた。で、あの時の恐怖も、だんだん薄らいできていたんで、もう一度自分が見たものを確認しておきたかったということもあり、洞窟クラブの誘いに乗った。話を受けてその週末、山に入って探索を始めると、なんでそのクラブの人たちが洞窟を見つけることができなかったのかが分かった。彼らは全くの山の素人で地形図を読めず、全然違う場所の獣道に入って探索をしていたんだ。俺はあの時通った尾根を案内すると、2時間ほどの捜索で水ならの倒木と問題の洞窟が見つかった。笹やぶは以前よりも茂っていたけど、風景がフラッシュバックしてくるように思い出されて、ちょっと怖くなった。
総勢10人のクラブの人たちは洞窟の前で黙々と準備を進めたが、俺は洞窟を目の前にするとあまり入りたい気持ちにはならなかった。いくら偶然だとはいえ、あの人型の泥は俺にとってはリアルすぎたし、口では説明ができない異様な雰囲気をあの時確かに感じていた。そのことを話すとクラブのリーダーに、こう言ってはなんだけど、もう一度その泥を見てみると拍子抜けすると思うよって感じのことを言われたし、それに撮影用の強力なライトもあるし、部屋とかと変わらないくらい明るかったので、不安もまた薄れて、結局は入ることにした。それに、外で一人で待っているのも、それはそれで嫌ではあったんで。中に入ると、ライトのおかげもあり、隅々まで照らされて、一年前とは、だいぶ雰囲気が違うように見えた。あの時見た感じとは違って、道はあまり分岐していないし、地面の岩もそれほど多くはなかった。そして、意外と道は上下左右にうねっている。10人で進むと、時間はかかったけど、30分ほどで例の突き当たりに着いた。俺は、あの時の穴を見上げた。クラブの一人が頭から中に突っ込むと、すぐ後ろ向きに出てきた。ホールから先は確かに鍾乳洞で、入り口はホールの床まで4メートル近くあって、はしごを張らなければホールには降りれないらしい。ワイヤーの縄はしごを張って、みんなは次々と穴に入っていった。俺も意を決して穴を覗き込んだ。あの人型の泥はなかった。泥があったはずの場所は、やはり石筍が立ってなかった。それどころか、石筍はこのホールの入り口に向かう道を作るように折れていた。俺は穴から出て、後続の人にお願いし、もう出たいと言い、洞窟から一緒に出てもらった。一緒に出てくれた人には、おそらく過去に何回か人が入って、石筍が折られたり、ホールの内部も荒れているかもしれないと言っていたけど、俺はそうは思えなかった。理屈では確かに、水ならの木を切った人は、あの洞窟を見つけていると思うし、その人が何度かその洞窟に入っていたとしても不思議ではない。で、最近なんだけど、そのクラブの人から連絡があった。俺が最初入った時、目印にしていた山菜の本の切れ端がいくつも見つかったとのこと。それがすべて、洞窟のホールの奥に束で置いてあったんだと。実話なのであまり怖くはないかもしれません。クラブの人たちは今日もその洞窟を調査するそうです。夜の訪問者。ちょうど今ぐらい、10月の出来事だったので書くことにする。俺が学生の頃住んでいたのは、東側と北側に道路がある十字路の角地で、南向きに立っているアパートだった。2階建ての8世帯あるアパートで、東の道路側、1階の端の部屋に住んでいた。
周りは民家よりも畑が多く、数年前から建て売りがポツポツ立ち始めたような郊外だ。ある夜、しょっちゅう俺の家に来る友人と二人でいつものように飲んでいたら、ピンポーンとインターホン。まだ10時くらいだったんで、他の奴が遊びに来たのかなと確かめもせずにドアを開けた。そしたら3歳くらいの女の子が立ってる。こんな時間に子供がなんだろう。とりあえずどうしたのと聞くと、その子は泣いていて、何を言ってるのかが全くわからない。そしたら奥から友人も出てきて、二人で子供の名前を聞いた。まるまる、まるみ。まるみちゃんって言うの？いくつ？お家はどこ？子供が苦手な俺に代わって、友人があれこれと優しく聞いてくれた。しかし、子供相手では要領を得ず、二人でどうする？警察に電話するか？そんな感じで、玄関先で数分やっていたら、急にその子が十字路の方へと走っていった。あれ？と思っていると、十字路のところにお母さんらしき人がいた。女の子と手をつなぐと、お母さんはこちらを振り向きながら頭を下げていってしまった。俺は友人と、こんな時間に変だよなぁとか、人騒がせだよなとか言い合って、飲みの続きを開始した。で、しばらくすると友人が、あれ？さっきのって変じゃねえか？って。え、何が？あの親の顔見えた？いや、あんまり。あ、でもそこの街灯って結構明るいよな。普通だったら服装とか顔立ちとか、俺の部屋の玄関からならはっきりとわかるはず。北に玄関があって駐車場、その角の十字路の街灯だから、玄関先からあの十字路までは10メートルもない。なのに俺と友人の記憶では、あのお母さんは黒いフィルターがかかったようなぼんやりした印象で、顔はおろか服装すらわからなかった。そしたらまた友人が、お前ん家のインターホンってさ、あの子の身長で届くか？なんか、この季節なのに服装もおかしくなかったか？ここで二人してガクブル。俺が借りていた部屋のインターホンは、普通よりもなぜか高い位置についていた。長身の友人が、かがまなくてもいいと言っていた位置だ。それから何日かして、夕方帰宅をしたとき、郵便受けに地域の案内を入れに来たアパートの大家のじっちゃんに会った。あの日のことが気にかかって、じっちゃんに、この辺に〇〇さんっていうお宅ってありますか？と聞いてみたら、この辺にそんな人はおらんと思うよ。ああ、8年くらい前かな。そこに家があって、そこの人が〇〇さんだったよ。借金かなんかで一家心中して、5、6年前に取り壊したんだよ。小さな子供がいたのにかわいそうだった。という。そして、大家のじっちゃんが指さしたところにあるのが、あの十字路の角。俺が住むアパートと、ちょうど斜めの位置になる草が茂った空き地だった。
このことを友人に伝えてみると、地元出身の奴にも聞いてみようって言うんで、違う学部の地元の奴に聞いてみると、俺のアパートのあたりで一家心中があったのを覚えていた。もしかしたら地元では有名な話なのかって、友人と市の図書館で新聞を調べてみたら、マジで記事があったよ。しかも、女の子の名字も名前も一致。あの日、俺ん家に来たのはなんで？どうして夜中でもない時間に？今となっては忘れることができない学生時代の思い出だけど、あの日以来、何があっても借金はしないようにしようと心に誓ったよ。インターホン。ガチャ。ただいま。と言っても、家からは当然返事はない。父は出張、母は友達と旅行で、家には私一人だ。今はちょうど友達と買い物をして帰ってきたところ。夕飯も付き合ってもらったから、もうあたりは真っ暗だった。疲れと解放感でため息をつき、リビングのソファーに深く腰をかけたとき、ふと赤い点滅が目に入った。リビングにあるインターホン応答用の機械だ。留守中の訪問者の画像と音声を保存したことをお知らせする点滅のようだ。気になったので見てみることにした。6件もある。ちょっと悪いことしちゃったかな。1時5分。私が家を出てから2分後のことだった。おかしいな。出た時は周りに人がいなかったのに。あれ？映し出された画像には誰も映っていなかった。音声にも声は録音されていない。機械が間違えたのかな？ 2 時5分。またさっきと同じ、誰もいない画像が映った。何これ？壊れてるじゃない。誰もいない部屋で文句を言って、もう一度ソファーに戻ろうと背中を向けたとき。て。何を言ってるかわからないくらい。小さな女性の声が聞こえた。びっくりして後ろを振り向くが、自動で次の記録が出されるところだった。3時5分、またきっかり1時間。少し怖くなってきた。時間もそうだったが、映った画像が何より私にそう感じさせた。女の人が映ってる。インターホンからかなり離れて小さく立っているのが映っていた。そして、消えて。また同じ女の人の声だ。偶然だよね。そう自分に言い聞かせた。4時5分。私は思わず悲鳴を上げそうになった。女の人が少し近づいて映っていた。髪はロングで白いワンピースを着ていた。消えて。声も大きくなってきたが、まだ聞こえづらい。何なのよこれ。私の恐怖にはお構いなく、機械は次の画像を映し出そうとしていた。5時5分。さらに、女の人は近づいていた。しかし顔は、まだはっきりとはわからない。私の体は、自然と震えていた。絶対、生きている人ではない、そう思った。その時、
開けて。音声が流れた。開けてって言ってるよね。もう限界だった。急いで取り消しを押そうとするが、どのボタンを押しても消えない。6時5分、最後の画像が映し出された。見たくはなかったが、つい画面に目が行ってしまった。女の人はインターホンの前まで来ていた。青白くこっちを見ている。開けて。キャッ。悲鳴を上げて床に崩れ落ちた。時間はもうすぐ7時5分を指そうとしていた。ピンポン。早く開けてよ。この家で何かありましたの？ああ、お隣の奥さん。この家のお嬢さん、昨日首を絞められて殺されたらしいのよ。え？もしかして高校生になったばかりのあの子？優しい子だったのに、かわいそうにね。ええ、なんでもね、インターホンの記録に、人も声もない不可解な記録が7件あったって、警察の人が。怖いわね。ちょうど1年前に、ある事件が起こった。その女性は、以前からある狂心的なストーカーの被害に遭っていた。誰かに話すと殺すと脅されていて、バレないよう友人に相談することで精一杯だった。今日もその友人の家に行って相談を受けてもらい、ついに警察に言うことを決心したが、友人の家を出てすぐその男に見つかってしまった。今度こそ殺されると思い、友人の家に助けてもらおうと思った。しかし、友人はすでに男に脅されており、本人を差し出したら見逃してやると言われていた。そうとは知らず、必死になって助けを求めるが、間もなく男に拘束された。男は、後を追って自殺。友人も罪悪感から、後に自ら命を絶った。インターホンの記録には、7回、その女性の悲痛な声が残っていたという。そして今も、まだドアを開けてほしくて、その女性は、さまよっているのかもしれない。平家の隠れ洞窟。これは、山陽の某洞窟で体験した話です。いわゆる秋のオートキャンプだった。大学の寮内のバカメンバーだった広島の奴らと三人で、山陽にあるオートキャンプ場で久しぶりに集まって一杯やろうかという話になった。テントやらコンロやらをワゴンに詰め込んで、車内で昔話で盛り上がっているうちに、山奥の素晴らしいキャンプ場に着いた。テントを張って晩飯の仕込みをし、その間にも昔話で盛り上がっていた。そうこうしているうちに準備も終わって、まだ時間があったんで、ちょっと周辺を観光しようかという話になった。ドライバーのやつは、疲れたんで寝とくわと言ったんで、二人で散策することになった。キャンプ場からものの5分のところに大きな洞窟が口を開けていた。古びた看板を読むと
こんなことが書かれていた。ここは源平合戦の折に、平家一門が隠れ住んでいたという伝説がある洞窟です、と。そして看板のそばには、小さな祠が祀ってあった。へえ、こんな薄気味悪いところによう隠れとったな。ああ、そうじゃの。なんて会話をしていて、ふとそいつに話をしたくなった。俺のご先祖に平家の落ち人がいるらしいで。そいつは、ふーんと聞き流した。本当のことなんだけどな。その時だ、俺の頭の中に言葉が囁くようにひらめいた。そしてつい口をついて出てしまった。おごれる平家は久しからずや。おごれる源氏もまた久しからずや。世はすべて諸行無常なり。低い声だった。自分でもびっくりするくらい。でも、奴は聞いてはいなかったようだ。じゃあ、洞窟の奥に入る前に、写真でも撮ろうかと。祠と看板の前に立って、入れ替わるようにして2枚撮った。写真を撮りながら奥へと進むと、一層不気味さは増した。洞窟の中のランプが途切れたその先は、飲み込まれそうな暗黒だった。さすがに、これは進めないと、俺たちは引き返し、テントに戻った。楽しい宴だった。ただ、ものすごく冷たい風に、みんな毛布にくるまっていたけど。そうこうしているうちに、眠たくなって、テントに潜り込んで、爆睡してしまった。そして翌朝、気持ちのいい朝。みんな早く起きていたんで、昨日残っていた奴に、洞窟に行ってみないかって誘ったんだけど、めんどくさいと言ってきたんで、また昨日の奴と行ってみた。二度目だから、今度は怖くはなかった。20分ほどでテントに戻ると、残っていたそいつがニヤニヤしていた。なんだよ。いや、お前たちさ、中で、エッチなこととかしとらんかったか？おいおい、俺たち、男同士だぞ。いやいや、お前たちのすぐ後ろ、女がくっついて歩いとったぞ。は？どんな女？そうじゃの。髪が長い美人だった。またこいつ、昔の悪い癖が出たなと、俺たちは軽く流しておいた。数日後、出来上がった写真を見て、我が目を疑ったよ。祠の前の、同じ場所で撮った二枚の写真。最初に映った俺の周りには、ただの洞窟の岩肌。でも、同じ場所に立った友人の写真は、なんとも言い難いものが映っていた。友人の右膝に、15センチくらいの男の顔。右斜め前に、烏帽子みたいなものをかぶった、2メートルくらいの男の首が横たわっている。そして友人の背後には、四五メートルくらいの、女官のような長い髪の、巨大な女の顔。源平合戦絵巻に出てくるような、武士や女官にそっくりだった。その他、いろんなものが、ぐちゃぐちゃに混ざって、白いもやと共に映っていた。これは心霊写真か？冷静だった。
人間本当に恐怖を感じると、感覚が麻痺してしまうことが分かった。すぐ電話した。一緒に洞窟に入った友人は、そんなのはいらんと言って怒ってしまった。もう一人の残っていた奴に電話をしたら、ぜひくれと言ったので、そっちで処分してくれよと、即達で寝顔と写真を送ってしまった。数週間くらいして、そいつから電話があった。やつはそれを会社に持って行って、大反響だったそうだ。おいおい、知らんぞ。そして、あの後気になっていたことを、思い切って聞いてみた。あのな、俺たちの後に、女がついてきたって言ってたよな。ああ、いたぜ。あ。その後彼は、寝顔と写真を紛失してしまった。その後に、我々に起きたことはあまり話したくはない。ただ俺は、数年後一人で、再びあの洞窟に行って、祠にお酒を供えて、ごめんなさい、ごめんなさい、と謝ったおかげか、今の俺たちには、とりあえずは、不幸なことは起きていない。おそらく俺は平家の血を本当に引いているんだろう。そう実感した出来事だった。兵道さんの家。先日友達と二人で映画を見たり、食事をしたりして遊んでいました。さて、やることもなくなってきたんで、どこか行こう。どうせなら、心霊スポットでも行こうか、って話になったんです。うちの近所には、兵道さんの家という有名なお化け屋敷がありまして、そこにこっそり忍び込んで、酒でも飲もうか、ってことになりました。兵道さんの家の向かいに立っているコンビニで酒とおつまみを買い、玄関に向かいました。玄関の上の明かり取りの窓には大きめのお札が貼ってあります。もうそれだけでお腹いっぱいでした。でも友達は悪乗りして玄関を開けようとしました。ですが玄関は開きません。鍵がかかっていたんです。俺はこれで帰れるかなって思ったんですけど、友達は何としても入ろうとして裏口に回りました。裏口はなぜか開いていて、俺たちは兵道さんの家の探検を始めました。探検とは言ってもごく普通の一軒家なので、すぐ全部の部屋を回り終えてしまいました。一階の、おそらく、リビングと思われる場所で、二人で酒を飲みました。明かりは雰囲気を重視し、ろうそくを用意しました。最初は、兵道なんか怖くねえよ、とか、どうせ幽霊なんて話は、はったりだろ、なんて言って、生きがっていましたが、そのうちに友人の様子がおかしくなりました。口数が減って顔が真っ青です。そのうちガタガタ震え出しました。どうしたんだ？と聞いてみると、お前の後ろにさっきから女がいる、とひどく怯えた声で言ったのです。普段であれば、仮に幽霊に会ったとしても、ぶん殴ってしまうんじゃないかっていうくらい、豪快な性格の友人なので、その友人の怯えぶりに、俺も怖くなりました。やめてよ、そうやって俺を、
怖がらせたいんでしょって言ってたんだけど、そうじゃない、マジでいるんだってひどく怯えています。でも相変わらず、俺には見えない。突然友人が、ギャーッと叫び出しました。おい、お前の背中におぶさってるぞ、と言って、友人は這いずるようにして、その部屋から出て行きました。俺も取り残されてはたまらないので、慌てて追いかけました。足が震えてしまって、うまく歩けない。なんとか、兵藤さんの家から抜け出して、車の中で振り返ると、今度は俺にもはっきりと見えました。玄関の明かり取りの窓に貼ってあったお札の脇から、ものすごい目で俺たちを睨んでいる、女の目を。のぞみ。これは俺が数年前に経験した話なんだけど、吐かせてほしい。今も続いているんだけど。当時高校2年の夏休みだった。あの日俺は友達と遊んでいて帰りが遅くなったんだ。夜の11時頃だったと思う。いつも通り家に向かっていると途中で道端に座り込んでいる女性を見つけたんだ。どうかしたのかと女性に聞いてみると、気分が優れないとのことだった。何を思ったか俺は、人助けをしようと思い、家まで送りますよ、と言ってしまった。女性は申し訳なさそうに、お願いします、と言って立ち上がったが、ふらふらしていて、結局俺が背負っていくことになった。俺は女性の指示通りに歩いていった。20分ほど歩くと、女性がここですと言ったので、俺は女性から鍵を受け取って、玄関を開け、女性を下ろした。そこは何の変哲もないアパートだった。女性が、もしお時間があれば寄って行ってください、と言ったので、俺は言葉に甘えて寄ることにした。中に通されるとテーブルがあり、その他はベッドがあって可愛らしい部屋だった。女性に、お茶を入れるので適当に座っていてください、と言われたんで適当に座ったんだ。しばらくすると、女性がお茶を二つ持ってきて、雑談をしながらお茶を飲んだんだ。時間は12時近くになっていて、そろそろ帰ります、と伝えたところ、泊まっていけ、と言われたが、さすがに帰ると伝えると、女性は急変した。もう一人は嫌だ。私を一人にしないで。みたいなことをボソボソと呟いて、立っている俺の体に抱きついてきた。女性にしてはありえない力で全く振りほどけなかった。俺はそのまま無理に逃げようとバランスを崩しベッドに倒れた。その上から女性が俺の上にまたがってきて首を絞めてきた。俺はそのまま気を失ってしまった。次気がつくと、俺は部屋の外で寝ていた。すぐ昨日のことを思い出した俺は、怖くなり逃げ出した。手遅れだったけど。家に着くと親から叱られ、昨日のことを話すのもアホらしく、友達の家に泊まったと言って適当にごまかした。日中は特に何もなく、俺が寝てからだった。どれほど寝たのかはわからないけど、気配を感じて俺は起きた。
すると昨日の女が、俺の上にまたがって、ぶつぶつとつぶやいていた。そしてまた、首を絞められ、再度意識を失ってしまった。翌日、さすがにまずいと思った俺は、知り合いの住職の元を訪ねた。俺は住職に、今までの経緯を伝えた。帰ってきた答えは最悪だった。まず俺は、その女の霊に取り憑かれており、俺が女に招かれたのは異界。で、そこで一晩過ごしてしまった俺の魂は、半分、向こうの世界に行ってしまい、今動けているのが奇跡的だという。しかも、魂同士が複雑に絡み合ってしまい、無理やりこの霊を話せば、俺も死んでしまうらしい。俺が邪険に扱っても、この霊は俺をさっさと向こうに連れて行こうと殺しに来るらしい。そこで、共存という道を示され、その女の霊の望みを少しでも叶えること、一人にはさせないなど声をかけてやること、と言われた。満足させてやることで、残り少ない俺の命を少しでも伸ばす方法らしい。さすがに俺も自分が死ぬなんて最初は信じられなかったし、他の住職の元へも行ってみた。でも除霊を受けても苦しいばかり。受けた日の夜には女の霊に首を今までよりも強く締められた上、あなたは私のもの、そんなことを言われる始末。俺はもう生きるのを諦めたよ。あれから数年、俺は自分が長くないことを悟った。俺は毎日少しずつだが生気を吸われて、今は生きる気力もない。だがこれだけは残したい。先日、久しぶりに最初の住職の元を訪れると、俺の性気がかなり薄れており、女も薄れているという。魂もより複雑に絡み合っている。もう長くはないと言われた。覚悟をしていたから不思議と怖くはなかった。女に関してだが、鮮明に見えるようになり、こちらからも触れることができるようになった。そして話すこともできるようになって、女のことをいろいろと知った。俺は肉体に魂を宿したが、彼女は肉体に宿れなかったこと。俺と彼女はもともと前世で契りを交わしており、俺の魂と彼女の魂が繋がっていること。様々な偶然が重なって、あの日俺に彼女が見えたこと。そして、声をかけられたのがとても嬉しかったこと。俺は、今週中にでも死ぬんだろう。だが不思議と恐怖はない。俺は死期を悟って、この経験談を、この場に残すことにする。俺の頭はすでにおかしくなっているんだろう。以上が俺の体験。読んでくれた人がいるなら、俺みたいにはならないでほしい。もしも質問があるなら、答えられる範囲で答えます。俺も死ぬと聞かされてから、話は頭に残らなかったし、絶望していたから、めちゃくちゃな部分が多々あるだろうけど、俺がそろそろ死んでしまうのは間違いない。彼女が薄くなっているのは、彼女は魂であり、俺の魂と共に、徐々にあちらに戻っているかららしい。彼女はいわゆる、
幽霊とかではないのかもしれないし、実際どうなのかはよくわからない。正直、これ以上のことは今でもわからないことだらけなんだけど、もうこれ以上、このまま生きていたいとは思わないんだ。ボリ。これは、小学校6年生の頃のこと。俺の田舎で起こった出来事です。その村には、大人から入るなと言われている神社がありました。理由は聞いても教えてはくれません。俺たちは、怖いもの知らずでバカだったんで、まあなんもないだろうと高をくくって、夜、肝試しをすることにしました。俺と村の子供4人。ガキ大将の A。A に無理やり連れてこられた怖がりの B。A の弟の C。寺の息子で霊感がある D。鳥居を越えたあたりから D はやめよと言い出しましたが、他の3人は何ともなかったんで、サクサク進みました。道の一番奥まで進むと、獣道みたいな切れ目がありました。おい、なんかやばいな。ここまで来ると、嫌な雰囲気を全員が感じたようです。しかし A は無理やりにでも行こうとしました。俺たちはみんなで止めたんですけど、先が気になる A に引きずられる形で進みました。獣道を越えると、そこは鎮守の森の中にぽっかりと開かれた空間でした。8畳ほどの広さで平たい岩が敷き詰められていました。石畳。いや、舗装と言えるほどのものではなく、アンコールワットみたいに自然と同化していました。ところどころ、苔が生えた石の隙間から無造作に雑草が伸びています。よく見ると、石造りの祠みたいなものが奥の方に見えました。周囲と同化しており、暗がりでは目立たないのですが、なぜか、異様な存在感を放っていました。おい、やばい気がするぞ、と D が言いました。さすがに A もおじけづいていましたが、ここまで来て、調べずに戻れねえだろ、と言って、祠に近寄りました。祠は、俺たちの背丈と同じくらいで、大きなものではありません。遠目には、天然石を寄せ集めて作ったように見えたんですけど、近くで見ると、赤茶けた、ボロい、木の扉がついていました。観音開きの扉で、中央には、木の錠前がついていました。錠前は、にかわのようなもので固定されておりました。開けてみようぜ。A はそう言いました。錠前は子供の力でも簡単に外すことができそうですが、皆はあまり乗り気ではありませんでした。そんな空気を無視して A は錠前に手をかけました。にかわらしきものがバリバリと剥がれる音とともに、それはあっけなく外れました。扉を開けると、中にはさらに小さな祭壇があり、中央には石でできた置物がありました。一見すると、牛のような外見ですけど、何の動物かはわかりません。大きさはアルミ缶ほどです。胴と頭、角か耳かわからない突起が
頭上に二つ。全体的に角がなく丸っこい。子供が粘土で作ったような感じです。A は、なんだこれ、大したことないや、と言って、置物を手に取りました。A はみんなにも手渡そうとしましたが、気味が悪かったんで、持ちたがる人はいませんでした。うわ。B が祭壇の中を覗いて言いました。視線を祭壇の中に移すと、石の置物が置いてあった下には、魔法陣みたいなものがあったんです。円の中に筆で書かれた呪文みたいな文字がありました。直感的に置物を封印しているものだと思いました。兄ちゃん、やばいから戻そうよ、それ。弟の C が A に言いました。A もさすがにやばいと思ったのか。おう、そろそろ戻すわ、と置物を戻しました。次の日、A が夜中のうちに失踪してしまったと村中大騒ぎになりました。前日、一緒にいた俺たちは当然事情を聞かれまして、神社での出来事をすべて話しました。あれをあげたのか、このバカタレが。村のじいさんに怒鳴られました。真剣な顔であれについて語り始めたじいさん。あれ、つまり石の置物は、何らかの呪いの置物だそうです。いつからあるのか正確なことは不明ですが、少なくとも江戸時代にはあったらしい。神主が代々管理しており、村の人間は誰も近づかないものだそうです。置物はボリと呼ばれるもので、子供が触れると体が重たく感じて、自ら動けなくなるそうです。不思議なことに、見ると触りたくなることもあり、危険なので、結界に封じていたと言います。A は、ボリに見入られてしまったのかもしれん。村のじいさんはそう言いました。しばらくすると、A が神社の境内で発見された、と連絡が入りました。奇妙なことに、A は自分から体を動かすことができないと言います。じいさんの話と一致するので、みんな恐ろしくなりました。A は病院に運ばれました。しばらく入院していましたが、動けない原因は全くわかりませんでした。一向に良くなる気配もありません。呪いなんて、信じがたい話ですが、A の両親は、ボリを管理する神主に相談しました。皆も A が心配だったので、神社までついて行きました。事情はわかりましたが、どうなるかわかりませんよ。神主は、神妙な面持ちで言いました。A は神社の中に運ばれて、お祓いを受けました。神社の中は狭いし、お祓いは危険だということで、お祓いの様子は子供には見せてくれませんでした。しばらく待っていると、A と神主と A の両親が神社から出てきました。A は自分で歩いているんで、なんとかお祓いは成功したようです。その後しばらくは、A は足が重たく感じられたそうで、走ることができるまで数週間かかったそうです。幸い、後遺症もなく、A は回復しましたが、触っていた時間が長ければ、再び動くことはできなかったかもしれない。A はおそらく、ボリに呼ばれたんだろう。
再びボリを触らせるために。神主はそのように語っていました。ボリとは何なのか、誰が何のために作ったのか、いつからそこにあるのか、いつまで力を持ち続けるのか、いつまで封じる必要があるのか、今となっては誰にもわかりません。ただ、強力な呪いということだけは間違いないようです。これが私が体験した不思議で恐ろしい話です。